今日は本当にありがとうございました。とっても楽しかった。おやすみなさい。ヤブラさん、入社式に来てくれて、我が社の将来は君の、いや君たちの創建にかかっている。人事部長、猪熊やわらの配属は決まったかね。はい、もちろんです。ああいいか、仕事してもらうことはないんだからな。くれぐれも柔道の妨げにならんようにな。ご心配なく、その点はしっかり配慮してあります。ん、社長、これで我が社は一気に業界ベスト3に。ベスト3などとせせこましいことを言うな。一気に業界トップの本阿弥トラベルを受け落とす気合でいかんか。打倒本阿弥トラベル、このコンピューターでお客様のニーズに合ったツアーをオンラインで見つけることになります。こちらでは旅行障害保険の手続き、あれが猪熊やわらか。あんなに強いから実物はどんなにすごいかと思ったけど。普通の子じゃない、柔道だけやってればいいんだってね。いいよね、羨ましい。ほんとほんと、一度投げられてみたいよな。それでは次へ行きましょうか。では次に2階フロアの業務説明をします。2階へどうぞ。新婚旅行かな。風祭りさん、猪熊さん、2階へ来てください。すみません。岩原さん。というわけだよ、風祭り君。風祭り君。あ、はい。いやね、まあ手短に言えばそろそろいい頃じゃないかと思ってね。あ、そろそろとおっしゃいますと。いや、さやかももう21歳になる。早すぎることはないと思うがね。早すぎることはない。さやかも今度の特訓の成果に大層自信を持っていて、今度の全日本選手権では猪熊やわらとの決着をつけると言っておるし。もちろんですわ。もうすぐ武道館の畳の上で猪熊やわらにベスを書かせてあげますわ。おほほほほほ。というわけなんだよ、風祭り君。ああ、で、つまりそのさやかとの結婚だよ。しかしその猪熊やわらとの試合に決着がついても、そのバルセロナオリンピックにさやかさんは確実に出場することになると思われ。オリンピックなどどうでもよろしいですわ。え、
私が柔道をやっているのは猪熊やわらを倒すただそれだけのため。金メッキした銅のメダルなど欲しくはありませんわ。というわけだよ風祭り君。というわけとおっしゃられても、その何と申しましょうか。あ、そうそう、めでたい話ついでにもう一つめでたい話をしておこう。は？はい、福本君と石原君の指導には奥山係長が当たります。よろしくお願いします。ああ、よろしく。さて猪熊さんの指導には、はい、羽衣係長が。よろしくお願いします。あ、いやあっちだよ、あれ。間違えちゃいましたいや、張り切ってるね。その調子その調子。羽衣さん、羽衣さん、羽衣係長。羽衣係長、新入社員の猪熊やわらさんです。よろしくお願いいたします。それではよろしくお願いしますよ。もうじゃあしっかりね猪熊さん。ありがとうございました。はじめまして、猪熊やわらと申します。あの あの何かお仕事があれば。あの窓際の席がお好きなんですか。いいですよね、日当たりもいいし暖かくて。外回りした。いえ、あの行きましょうか、天気もいいし。今なんとおっしゃいました。いやだからね、風祭り君にぜひやってもらいたいんだよ。うん、本阿弥トラベルの社長を。社長、本阿弥トラベルの今や旅行業界は熾烈を極めているからね、君のような若い感覚を必要としているんだよ。いや大丈夫、優秀なスタッフをつけるから君は大船に乗った気でいてくれたまえ。わかったな、さやかさん。やわらさんが鶴亀トラベルに入ったことで、あそこの業績アップは確実。それをこの僕に潰させようというのか。再会だにも、すっかり慣れたって感じだな、藤子さん。こんな厳しいトレーニング、慣れるわけがありません。これだけトレーニングしてれば来たる全日本選手権は任せとけってとこだよな。ダメダメ、私なんか全然。ところで八浦さんどうしてる。全日本選手権出るって言ってたから。え、松田さん最近猪熊さんと会ってないの。ああ、ここんとこむちゃくちゃ忙しくって。何やってんの。しっかり捕まえとかないとダメですよ、彼女もう社会人なんだから。今頃彼女素敵な先輩と一緒にお茶でも飲んでるかもしれませんよ。あの外回りって喫茶店でコーヒーを飲むことなんですか。企業さんを回って社内旅行の世話をしたりすることだよ。じゃあいいんですか、こんなことしてて。
うちのお得意さんじゃないんだよ、この辺りのオフィス街は。ああ。ああ、君もう帰っていいよ。私がタイムカードを押しとくから。ちょうど目の前に大きなビルがありますから、試しに行ってみませんか。あ、行きましょう。そうしましょう。え、うわっ、ちょい君待ちなさい。君、ちょっとそこは法は見定めると古くからの付き合いで。また、あら、すみません、今帰りますので。いや、ちょっと待って。いや、本当にすぐ帰りますので。お宅様が本阿弥トラベルと長い間お付き合いということは重々承知でございます。はい。いや、そうじゃなくて、君猪熊やわらさんじゃない？柔道の。え、あ、いや、よくご存知で。いや、実はこの子今日入社したばかりで。はい。そうか、君があの猪熊やわらか。案外小柄なんだね。そうか、旅行社に入ったんだ。社内旅行か何かご予定はございませんでしょうか。うわっ、無茶言うんじゃありません。いや、この子はまだ何も分かっておりませんものですから。あ、ちょっと待って。いや、社内旅行はもう決まっちゃってるけど、お茶でもどうです？せっかく柔道の世界チャンピオンが来てくれたんですから。はぁ、あ。取れました、取れました。今度の全日本選手権のスポンサーの権利。本当かね。よかった、よかった。さすがに一社提供というわけにはいきませんでしたが、なんとライバルの本阿弥トラベルを出し抜きました。ということは、ということは、ということは、鶴亀の看板の前で猪熊やわらの一本背負いが炸裂。あの高慢ちきな本阿弥の小娘をダーンと一発。こりゃたまらんな。よし、4月22日の全日本選手権はもらった。へえ、やっぱりそんな小さな頃から柔道をやってたんだ。やっぱり何事も子供のうちからだよね。うん。あ、じゃあそろそろおいとまを。さ、猪熊くん。あ、いいじゃないですか、もう少し。いえいえ、めっそうもございません。あら、あ、部長。あ、あら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 、あ、部長、こちらはあの柔道チャンピオンの猪熊やわらさんです。あ、やっぱりそうだ、やわらちゃんだ、やわらちゃん。よろしくお願いします。あれ、だけどなんであのやわらちゃんがここに。あの、何かご旅行のご予定は。わあ、すみません、すみません、今すぐ帰るところで。まあまあ、そう急がなくてもいいじゃないの。ああ。社長の座とさやかさんとの結婚を取るか、やわらさんを取るか、金を取るか、愛を取るか。ああ、運命といういたずらな波にもてあそばれ、この風祭りしんのすけ、一体これからどこへ流されてしまうのか。だが待てよ。さやかさんがいくら猪熊小次郎氏に元君を受けてきたとしても、あのやわらさんがそう簡単に負けるか。あのやわらさんが。
そうだ、負けるはずが。今までのさやかさんじゃない小次郎さん、あなた一体何をしてさやかさんをあそこまでに。これじゃあ4月22日の全日本選手権、もしかして。ほら言わんこっちゃない。何か問題が起きたんだよ、きっと。絶対必ず。私は問題というやつが嫌いなんだよ。嫌なんだよ。すみません。いやー、お待たせ。あ、申し訳ありません。今すぐおいとましますので。まあまあ、ちょっとおかけなさいよ。話はこれからですよ。実はね、今重要な商談の取引があるんだけどね、接待ゴルフでもやろうかと思っていたのよ。何しろこれが決まればうちとしては大きいんですよ。2泊3日北海道ゴルフコンペファーストクラスで頼めませんかね。ああ、10名でよろしいでしょうか、部長。そんなもんだろう。北海道ゴルフコンペファーストクラス、10名。日にちが急なんで組めるかな。大丈夫ですよね、係長。大丈夫だと思うけど。いや、実はね、取引先の重役さんが大ファンなんですよ。大ファンと申しますと。もちろん、やわらちゃんの。しっかり捕まえとけって言ってもな。おう、来とったか、ハイエナ野郎。ジゴロウさん、どうじゃ、ロップの姉ちゃんの仕上がり具合は。いいですね、どんどん強くなりますよ。それに引き換え、うちの5時から娘と来たら OL だか SL だか知らんが、柔道をサボってお仕事とは聞いて呆れるわ。やわらさん、全日本選手権には出場するんでしょうね。うまい。あ、先生、いつにうまい。見事な内股じゃ。さすがわしの教え子、惚れ惚れするわい。それほどでも。その技のキレが実戦でも出ればの。そうなんですよね、私どうしても試合だと固くなっちゃって。そばに柔らがおらんかったら、もっともっと心細かろうて。ええ、もし猪熊さんが今度の全日本選手権に出場してくれなかったら、私一人でどうなっちゃうか。しかしあやつは会社のことで頭がいっぱいできとる。本当に出ないかもしれないんですか。お前さんのためにもあやつに出場してほしいが、わしもそろそろ年じゃ、説得するのも骨が折れるわ。ダメですよ、出場してもらわなきゃ。私が何とかします、何とか説得してみます。4月22日は日曜日、会社だって休みですもの。きっと出場してくれますよ。頼んだぞ、のっぽの兄ちゃん。いや、そうでしょうとも、そうでございましょう。何しろ世界の猪熊やわらですから、大企業の重役の方といえどもファンになってしまいますよね。で、その取引先の方が猪熊やわらのファンということで何か。
だからね、猪熊さんが一緒に行ってくれるとありがたいんだ。あ、私がですか。しかしこの子はまだ入社したてで何も知りませんので、その、この商談がうまくまとまったら、これから本阿弥トラベルからお宅に乗り換えて、社内旅行、出張、もろもろその他お任せしてもいいんだがね。参りましょう、行かせましょう。不慣れな分は私も同行いたしますので。ああ、君はいいんだよ。どう、猪熊さん、行ってくれる？はい、もちろんご一緒させていただきます。じゃあ日にちは4月21日からの2泊3日ということでよろしいですかな。はい、4月21、22、23日2泊3日の北海道ゴルフツアーファーストクラスでございますね。受けたまわりました。